朝の散歩してました。セロトニン出すためにね。はあ、自由に飛び回る鳥。誰もいないんでね、マスク外してます。まあね、こういう光景って美しいですね。やっぱ自然の光景一つ一つが美しい。日の出とかね、朝日の光とか、鳥が飛んでる姿とか、やっぱ美しいもので溢れてるんですよね。なんかこう注意してみるとね、そういう一つ一つに出会えた時に、やっぱそのありがとうってこう、できたらこう口ずさむようにしてますね。なんかこう、それは自分のね、自分自身のメンタルにもいいと思うし、言霊の力っていうね。で、そのやっぱりこう自分自身をよりよく、より良い状態に整えていくためにも、なんかポジティブな言葉っていうのをなんか、こう、無理に言うことはないけど、なんか言いたくなるような場面に出会ったら結構割と積極的に、ありがとうって言うように言葉を放つようにしてますね。なんかこう、鳥が飛んでる姿を見るだけでやっぱり美しい光景だなってね、ちょっと感動しますよね。日常の中のね、ちょっとした感動、そういうのを大切に。猫ってね、猫の世界って面白いですよね。彼ら 3D の世界に生きてるからさ、ね、ジャンプ力がやっぱすごいから、その屋根に登ったりとかね、やっぱその平面だけじゃなくてさ、立体、高さもね、自由自在でさ、3D の世界に住んでる、やっぱこう、そう、なんかすごいよね。申し訳ないんだけど、犬はさ、ああいう風に行かないじゃないですか。犬ってやっぱりこう、2D。平面の世界だから、もう次元が違うっていうかね。猫、結構日本では今猫ブーム来てるみたいですけど、犬も可愛いけどね。猫のなんかこう、ああいう 3D の世界でこう自由に、犬は高さの世界生きられないけど、猫は高さの世界も生きられてるけど、場合によっては木の上も登れるし、屋根の上も登れる。だからもう、3D ゲームで言えば最高だよね。自由度が高い。自由度が高いっていうね、ゲームの世界では結構大事なね、そのソフトをね、こう評価する指標になってると思うけど、忍者ゲームとかさ、こう行けるところが多いというかさ、屋根の上とかね、全部もう自由自在にこう移動、縄張りとかあるんだろうとけどさ、そういうなんかこう、自由気ままさ。で、あと、猫って結構その、なんていうかな、こう、不愛想でさ、別に自分がなんかこう、好きじゃない人にはこう、全然愛想も振り向かないじゃないですか。で、そういうなんかこう、なんか余計な気を使わない。で、それでそれでいて自由な世界に住んでるというところが、もしかしたら僕ら日本人はなんかこう、猫に憧れる原因としてあるのかな。潜在的に。なんか無意識的に。猫の世界ってなんか、すごいなって思いましたね。あいつら自由、なんでもありだろう、みたいな。喧嘩しても人間負けるらしいしね。猫の俊敏さ。なんかこう、狭い檻の中に閉じ込められて、猫と人間が戦った時に、人間は、日本刀を持って初めて対等と言えるっていう、なんか、バキの漫画でこう言われてたけど、戦闘能力もね、それだけ強いし、爪とかね、光がね。何よりね、身体能力がやばいし、猫って、なんか奥が深いというか、あいつらなんか面白いなって思いましたね。よし、朝日ね、今ね、無料でセロトニン放出サービス受けてました。セロトニンね。朝散歩ね、いいらしいしね。朝日と、あとリズム運動、ウォーキング。あと咀嚼、噛むこと。ガムでも噛みながらね、朝の散歩すると最高らしいけどね。な感じでやってました。カツオでした。